こちらはビフォアの状態になります。ショーバルタンというシザーを使ってふんわりエアリー感のあるスタイルを作るときにこちらのカーブシザーを使っていきます。中を間引くような感じで刃先が上を向いている状態です。メガネシザーなので持ち替えることによって刃先の方向を変えることができるので楽しめます。こちらは R2 セニングというものを使って上からコンベックスの状態でカットしていきます。こちらはそぎというよりはベースカット用のセニングになります。こちらは中をえぐってますね。はい、こちらの表面をコンベックスの状態、内巻きになるような感じで R2 セニングでカットしてます。少しイングラをイメージしながら丸く切っております。ネープの出てるところをカットしてます。こちらはダイバルタンといって7インチのカービングシザーになります。ちょっと特殊加工になってますので、この形は僕が扱っているこのダイバルタンだけのオリジナルの形になります。イングラを作っていくのに良かったり、あと枝毛カットに使える資材になります。こちらはモモンガオイル還元剤とピンクスパイダーとカラーミューズを使ったトリートメントカラーになります。まずはシャンプー台でプレでモモンガオイル還元剤、こちらは髪を変えるものです、還元させるものですね。それにピンクスパイダーというトリートメントをつけて、これは流さないですね、流さないでこのままトリートメントカラーをシャンプー台でつけていくと時短になります。はい、1対1対1ですね、配合は。でお席に戻って、白髪染めなのでスローカラーの CP の8を根元に染めてます。根元を染めた後に上からトリートメントカラーを乗っけた方がいいですね。シャンプーをして、シャンプーがし終わったらトリートメントに入ります。モモンガトリートメントをお湯で割ったものをつけます。こちら熱湯で割った方がすごく効果的です。実際やってみると分かります。モモンガトリートメントをつけます。しっかり浸透させます。タオルを使いながら循環させていきます。アルコール水など使うと特に浸透していいです。ネープもしっかりつけていきます。このような感じに全体にくぐらせていきます。そうしましたらピンクスパイダーをこの上からつけていきます。モモンガトリートメントをしっかり流さないと高分子化が早く始まってしまうので、しっかりモモンガを流した状態で使ってください。お湯と合わせることによってピンクスパイダーが高分子化して表面に乗ってくれます。最後はしっかり頭皮に残っているものを流していってください。このような感じでタオルを使いながら流すとしっかり流せます。最後に流さないトリートメントのムササビクリアコートをつけて終了です。しっかり揉み込んでコーミングしていきます。流さないで、お席に行きます。乾かして、アイロン入れることによってで、しっかりトリートメントがキャストできます。こちらはショーバルタンシザーですね、カーブのシザーになります。先ほど使ってたものと一緒です。チェックカットしていきます。このような感じにサラサラのもちっとした質感がトリートメントカラーで作ることができます。結構この鏡のような反射が綺麗だと思います。質感はお客さんが触ってすぐ実感できる状況になっております。ご清聴ありがとうございました。